アルディージャは前節の勝利でリーグ18戦無敗、 J リーグ記録の勢いそのままに左サイドを抜け出したチョヨンチョルからノバコビッチ。さらに前半終了間際にはショートコーナーから、出場停止から復帰した高橋翔平が追加点、リードを2点に広げます。後半8分にはディフェンスラインの裏をついたズラタンがペナルティーキックを獲得。これをノバコビッチが決め3対0。そして17分にはセカンドボールを拾ったチョヨンチョル、4対0、快勝のアルディージャ、無敗記録を19に伸ばしました。